え最近彼氏の推しに嫉妬してしまって困っています。私にも推しがいるので気持ちはわかるのですが、推し可愛すぎるとか言われると勝手に落ち込んじゃいます。自分に自信が持てずなので、本田先生のアドバイスをいただきたいです。推しと恋人は別っていうのはまあ大前提としてあると思うな。だから推しが可愛いい、いくら可愛かったとしても、彼の中での一番大事なのはさんなんだと思うんだけど、ここでなぜ自信がなくなるかといったら、心を分解、心のね、 推し可愛いって言ってる、なんか嫌だな、嫉妬しちゃうな、のその間を、動線を考えるならば、その推しと2択、その推しとも付き合える、し産とも付き合える、2択になった時に、推しとも仮に付き合えるってなった時に、私よりそっちを取るんじゃないかという不安感。 とかね、そんな状況にはならないから、そういう想定は意味がないとか、そういうことじゃなくて、仮に、もし仮に万が一、私かその人を選ぶってなった時に、その人を選ぶんじゃないか、推しを選ぶんじゃないか、心理が無意識に働くんじゃないかと、俺は分析するわけ。まあ、推しと恋人は別だろという理屈をもってして、この話を切り抜けようという考えはわかるし、実際推しと恋人は別なんだけど、大事なのは、推しがいる以上は、推しは推し、恋人は恋人っていうのを、 伝えなかん推しがいくら可愛いかろうがかっこよかろうがどんなに魅力的だろうが素敵だろうが歌が上手かろうが踊りが上手かろうが私が一番大事なのは一番大好きなのはあなたなんだとストレートに言葉にしなくても別にいいと思うけど、うん、不安にさせないことなんだと思うんだよ推しにやきもち役みたいな俺はもうこういう仕事だからファンの方にこう言われたりするわけですよ彼氏が嫉妬するんですみたいなお前 俺を押すことが悪いいわけじゃない大事なのは、俺のことの方が好きそうに見えてるのが良くないんじゃねえのってことだね。だから彼氏は気分が悪い。彼氏と俺の二択どっちとも付き合えるよってなったら、そこは自分は努力するべきなんだと思うよ。その彼にそれはもしかしたらやってるつもりかもしれないけど、そうかって俺の彼女はそういうことをちゃんと伝わるようにしてくれてるなっていうところからまず見せていくことが大事だし、彼もそれは絶対しなきゃいけないんじゃないかと俺は思う。もしかしたらしてるつもりかもしんないけど、より積極的にね、推しは推しとしておるけれども、でも何があったって私が 好きなのはあなたですよっていうことを分からせてやるということですそれだけ自分のことを思ってくれてるんだなこの子はその彼がなった時に俺ももっと自分なりに気持ちを 自分にとっては一番大事なんだよなっていうことを、あ、もっともっと伝えていきたいなと思う人なのか、そこで油断ぶっかますタイプなのかっていうことが割と大事だと思うんですよね。この子は俺から離れてかんっていう油断の仕方をするのか、もっと大事にしようって思うのかってことだと思います。分水例です。推しに力込めるのは仕方ないよ。手が届かないから必死になるもん。彼は何をしても横にいてくれる。その感覚が滲み出ちゃうのが良くないんだと俺は思うんだよ。何をしたって横にいてくれないよ。めめしい言い方かもしんないけど、大事にしてくれねえんだ。 のこのの人俺とって思えばほらなるでしょ普通にねさっきのそのスパチャの人の彼とかもそうだけどもっと大事にせなあかんなうんと思うわどこか舐めてる無意識に悪気なくあのー、俺たちはさ言ってもあれよエンタメだからね俺たち。 の存在を皆さんの生活がもっと楽しくなったらいいなって、笑えたり幸せだったりすることが増えたらいいなっていう気持ちで一生懸命やらせてもらってるけど、でもその皆さんの生活がもっと楽しくなればいいなの、皆さんの生活っていうところに、あなたの彼だったり旦那さんがいるということだと思うの。わからん、まあ、全タレントがそう考えてるかは知らんわ。俺はそう考えるってだけの話なんだけど、皆さんの生活が人生がもっと素敵なものになればいいなって、枠組みに対してのアプローチをかけてるのであって、あの皆さんの彼とか旦那さんあるいは 家族友達っていうのは人生そのものだから要は距離感も本当の意味での真の意味での大事さも違うと俺は思うわけ。っていうかそこを分からなきゃダメだと俺は思うんだよな。大事な人を本当の意味で大事にできないのに自分は大事にしてもらおうっていうのはやっぱ難しいことだと思うしね。彼が旦那が私のことちゃんと大事にしてくれないって思ったりするわけでしょ。ご飯作って待ってたけど。 遅い時間につって、えー、いらねえや食べてきたからって帰ってきたらさ連絡の一本もできなかったのっていうことになったりするわけじゃないですか。私のことなんだと思ってんのって思ったりするわけじゃないですか。皆さんが推し推しって言って旦那さんを大事にすること彼を大事にすることをないがしゃにするんだったらそれ一緒だよね。ああななたたのことが大事ですよってあなた 過ごすすこことが歩んでいくことがががんでで大事ですよがあって推しの方が大事に決まってんじゃんみたいなコメントは結構今あったけどさでもそのくせあなた大事にされなかったら大事にされてないって言うんでしょとは思うわけ、うん。俺は大事な人をちゃんと大事にできる人が素敵だなと俺は思うからだから俺たちのことを一生懸命応援してくれること精一杯ついてきてくれることはむちゃくちゃ嬉しくてありがたいんだけどそのために何かをないだにして いいいけななことをないがしろにはしないでねっっていううのはやっぱり俺は思う、ねうんそれでもついてこいやっていうタレントさんアーティストさんアイドルの人はいるかもしれないけど俺は思わん俺はちゃんと大事なものを大事にしてねって思うから、うん、逆に推し以上に好きになれる人が目の前に現れない限り彼氏はできないなって思います、まあ、まあある意味そういうことかもしれないまあ好きの種類が違うっていうのは前提としてあるとは思うけどな。